早速ですけれども、まずはドアラに登場してもらいたいと思いますので、みんなでドアラを呼びましょう。いいですか、私がせーのと言ったら大きな声でドアラってお願いします。後ろの方も前の方も皆さんでお願いします。いきますよ、せーの、ドアラはい、あと、あ、ドアラ、はい、ドアラの登場です。大きな拍手。あー、ドアラ登場してくれました。いいですね、今日はジャンパー着てますね。やっぱり寒いからですね、よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、いつもは名古屋ドームで大活躍をしているドアラですけれどもね、今日はここのボートレースガマゴーリに登場してくれました。似合ってますね照れてますね。さあ、ジャンパー姿いかがですか、似合ってますよね。さあ、ここでですね、まずはじめにドアラのちょっとしたニュースをねお伝えしたいと思うんですけれどもさあ、こんな魅力が満載のですね、ドアラのカレンダーがまたまた今年も発売になります。今年じゃないな、来年です。2014年も発売になります。こちら3月から始まるカレンダーですが、詳細は来月1月にまた詳しく出るということで、また予約も行うということで、ぜひ皆さんドアラのカレンダーもこれからねチェックしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いしますありがとうございます。しっかりね、いろんなポーズとアピールしてくれました。さあ、それではですね、ここからはドアラにちょっと頑張ってもらって、ジェスチャークイズを行っていきたいと思います。あら、いかないですね、あ、そうそうそう、モデルですね、はい、ありがとうございます。さあ、ジェスチャークイズのまずは説明ですが、今からドアラにね、いろいろな動きをしてもらいます。さっきみたいなモデルのポーズじゃなくて、お題に合わせた動きをしてもらいますので、その動きが何を表しているのかを皆さんに考えてもらうクイズです。お答えが分かった方はその場で元気よく手を挙げてください。ドアラからの素敵なプレゼントもありますので、ぜひ皆さん答えてもらいたいと思います。あ、大丈夫、用意してあるからさあ、ということで今日のジェスチャークイズのお題はスポーツでいきたいと思います。寒い時にするスポーツでいきましょうね。球団のマスコットということで、ドアラもね普段からしっかりと鍛えていると思いますので、それはそれはすごいね、ジェスチャーを見せてくれるんではないでしょうか。準備はいいですか。ダメまだ決まってないのかなはい、さあ、ということでね、寒い時のスポーツいろいろあるけど、ちゃんと考えてる、大丈夫ですかドアラダメじゃなくて、早く考えてとりあえずそれ分かったからなんかいろいろあるよね、考えてるから大丈夫かな、もういいか、やっちゃおうか、いきますよ、 OK、 いいね、ドアラほんまに強いから大丈夫でしょう。はい、ということで考えてますね。寒い時にやるスポーツというお題で、今からドアラにジェスチャーをしてもらいますので、お答え分かった方元気よく手を挙げてください。それではいきましょう、ドアラお願いします。あ、寒そう、そうそうそう、寒いですね、おはようございますはい、会話してますけど、はい、これは、はいはい、これを、おお、これは手は全く使ってないですね、ポケットの中入ってますね、お、なんかいろいろ、おお、さあ、わかるでしょうか、これは何のスポーツでしょうか。はーいあれ、あんまり伝わってないですか、わかりました、はい、ドアラまだ引き続きやってますよ、はいはい、これ何のスポーツでしょうか、わかる方、はい、あ、いっぱいいますね。じゃあドアラさん、ちょっと誰に答えてもらうか決めてもらってもいいかなはい、そのまま手を挙げてくださいね、誰がいいかな、あ、夢中みたいですね、ちょっとスポーツに夢中ですので決めていきましょう。一番前の女の子、こっちステージ来てもらってもいいですか。